八金山とは、宮城県元吉宮南三陸町と気仙沼市にまたがる山である。古くから霊峰として栄え、欧州藤原市も進行していたと言われる。そのため多数の京塚をはじめとした遺跡も発見されている。藤原秀平が建立した若光寺の跡が残る。標高512メートルと付近の山の中ではとりわけ高いため。 三陸海岸を一望できる。五月に開花する五万本のツツジでも名高く、三陸復興国立公園の飛び地となっている。あんな可燃館黄金文化を開花させた岩手県、平泉の藤原秀平が深くこの佇山を、新人市山頂に、羽黒山清水寺、中腹に、辰金山若光寺、北霊に、朧葉山金宝寺など七道、仮覧、七十余坊を造営。 秀平の子、元吉よ田し加工をして、山の神祭礼を司ささとらしむと当時の書物に記載されている。辰金山京塚が出土したのはこのためである。その後欧州合戦において、欧州藤原市に由来するということでこの地も、荒廃してしまう。聖人であった、万海常人はそれを嘆きつつ、自らも、魅力菩薩に深く消えし、 自ら促進物となるため入山したのだと伝えられている。また一説には、辰金山がキリシタンの焼き打ちにあってまたも、後輩の危機にあった時にキリシタン大山を念じて入場したのだとも伝えられている。辰金山はそうにとって、格好の修行の場であった。現在、辰金山に登るには、麓のト井の口地区から入山するか、払い川 上沢地区から入山するか二通りあるが当時は主に、ト井の口地区から入山していた。ト井の口という地区の名前ももともとは、層が山の入り口なので松明に火をつける入り口が由来となっている。その古くからの集落であるト井の口からタ金山に、倒廃するト井の口三坂の東の沢を、滝の沢と呼びが、その沢沿いが行者の道として現在整備されている。 一帯は、東の行場と呼ばれる、修行場だったと伝えられており、雲滝、穴滝といった滝が見られる。麓の問いの口には、自覚大思索と伝える、不動明王像を祀っている、荒沢不動村がある。南三陸町で5月頃に行われる山頂の、筒子の開花に合わせて行われる、筒子祭りの際に参拝する観光客も多い。 辰金山山頂には以前レストハウスがあったが、老朽化のため、2008年に解体された。山頂に登るには戦術したト井の口ルートか、原井川、上沢ルート、もしくは、気仙沼下吉町、小泉ルートの3つがある。徒歩で自然と古来の修行の場を見ながら、山頂を目指す場合は、ト井の口ルートがよく、自動車で手軽に山頂を目指したい場合は、原井川、 神様、小泉ルートが適している。ありがとうございます。